ウクライナ軍地雷原で損傷した西側のの車両25両の回収開始。ウクライナ軍は6月8日に南部ザボリージャ州マラトクマチカ南方の地雷原を突破しようとして失った西側供与の戦車戦闘車両工作車両など少なくとも25両の回収作業に着手したウクライナの公平が7月1日にソーシャルメディアに公開した短い動画から分かる回収作業状況は 1つはウクライナ軍がマラトクマ地下からロボティネを経てマ膜へ向かう軸線に沿って十分に前進し回収作業班が安全に活動できるようになったということもう一つはウクライナ軍が6月8日に損失した M2 歩兵戦闘車 IFV17 両レオパルト 2A6 戦車4両レオパルト 2R 公兵車3両 ビーゼント公平車1両などのうちいくつかは修復可能だと考えていることだ IFV 戦車公平車の一部を修復できればウクライナ軍第33独立機械化旅団と第47独立機械化旅団が南部反攻作戦の4日目にマラトクマチカ南方で被った損害の一部は軽減できるだろう公開された動画はマラトクマチカの地雷原から米国製の M2 を ドイツ製のベルゲパンツァー装甲回収車戦車回収車で牽引しようと準備しているウクライナ兵だと説明されている M2 は軽度の損傷で済んでいるように見える第47旅団は6月8日保有する99両の M2 のうち少なくとも17両とレオパルト 2R 地雷除去戦闘車6両のうち3両を遺棄したレオパルト 2R と 第33旅団所属とみられるビーゼント地雷除去者は M2 と第33旅団のレオパルト 2A6 戦車14両のために地雷源を切り開こうとしていたがその際に何らかの問題が発生した地雷除去戦闘車が数個の地雷を除去し損ねて爆発が起き戦闘車両の多くが大破後続が玉突き状態になったところで戦闘部隊がロシア軍の砲兵やヘリコプターの格好の標的になった可能性がある。 いずれにせよ第33旅団と第47旅団の戦闘部隊は負傷者と死者を出して退却両旅団はそれぞれ保有する最高の車両の約5分の1を失ったものの戦闘を継続しザボリージャ州とドネツク州の複数方面でウクライナ軍が反攻を強める中ついにマラトクマチカの地雷原を突破ないし回避することに成功した。 レオパルト 2A6 の長射程砲と高性能光学機器同じく強力な M2 の光学機器と TOW 対戦車ミサイルが有利となる夜間に長距離から攻撃することでウクライナ軍は数キロ南下してロボティネ郊外に到達2日も同時で戦闘が続いた現在マラドクマ地下の地雷原から南方の前線までは十分な距離が開いておりウクライナ軍が行した M2 レオパルト 2A6 レオパルト 2R などの動かない車両を回収班がけん引して運び出すことが可能になった1日公開の動画では T72 とおぼしき損傷した戦車も確認できるウクライナ軍にとってはレオパルト2の修復が急務ウクライナ人カメラマンが6月24日以前にマラトクマチカの配送地に至った時大地にはまだ多くの TM62 対戦車地雷が残っていた 地雷除去班は6月8日に第33旅団と第47旅団が放火を浴びて完遂できなかった作業を整然と進めその後1週間で少なくともベルゲパンツァー1両が安全に転身できるだけの地雷を除去したようだウクライナ軍は損傷車両の多くを牽引して修復するだろう米国は先日ウクライナ軍の直近の損害を補填するため M2 を50両追加供与すると約束したが ウクライナ人は観光としてて車両を使い捨てない。捨なしたロシア軍の T62 戦車の改造に力を注いだことを考えれば分かることだウクライナ軍には T62 が装備する1 1 5ミリ砲の弾薬の予備が少ないため砲を取り外して人員輸送車や戦闘車両公兵車両に改造しているウクライナ軍にとっては損傷したレオパルト2戦車をできるだけ多く修復することがとにかく急務だ 同盟国から提供を約束されたレオパルト2は今のところ85両のみ、犯行開始から1か月で少なくとも2両が廃棄され、さらに5両が主に地雷によって大きな損害を受けたウクライナ軍参謀本部は車両が大損害を被ることを予期し、数か月に及ぶ可能性のある犯行作戦に必要な機能として大規模な継続的回収作業の準備を整えていた。 ウクライナ政府は犯行に向けて最新型の戦車と戦闘車両を調達しただけでなく多数の装甲回収車両の提供も同盟国に要請していたここ数か月間にドイツとカナダからベルゲンパンツァー18両が米国からは M88 装甲回収車8両がデンマークからはビーゼント装甲回収車がノルウェーからは NM217 装甲回収車が 英国からはチャレンジャー装甲回収車が引き渡されウクライナ軍が保有する旧ソ連製 IMR 装甲回収車を保管しているウクライナ軍は今のところ6月8日に大敗を喫したような罠に再び陥る事態は回避しているがこの先の損失は避けられないだろう現在の南部の前線から黒海とアゾフ海の沿岸まで到達するにはほとんどの軸船で少なくとも80キロは前進しなければならない 1>, 1キロ余り進むごとに人員と車両が犠牲になるだが車両の多くは破壊されるのではなく損傷を受けるだけだ修復されれば戦闘に復帰できるただそれにはまずウクライナの技術者たちが近くの地雷を除去し動けなくなった車両を回収車両で牽引して戦場から離脱させるという重労働が必要になるウクライナ軍が最近最大の敗北を喫した現場ではすでにこの作業が進められている ウクライナ軍のパトリオットが越境長距離射撃でロシア軍機を連続撃墜していたことが判明7月3日ウクライナ空軍は地対空ミサイル部隊の日を祝いましたそして YouTube にアップした広報動画に驚くべき戦火報告が掲載されていましたパトリオット防空システムの指揮車両と思わしき機材に撃墜マークが書き込まれていたのですがなんと撃墜日の日付まで記されていたのです これにより今まで謎だった5月13日のロシア領ブリャンスク州でのロシア軍機同時墜落事件の撃墜方法がウクライナ軍のパトリオット防空システムによるものだったことが判明しましたウクライナに供与されたパトリオット防空システム2個降車体のうち片方が国境線付近まで全身配置されパック2長距離地対空ミサイルによる越境射撃が実施されていたのです 日付の読23は2023年の略なので130523は13日5月2023年になります書き込まれたシルエットは M18 輸送ヘリコプター SU34 攻撃機 SU35 戦闘機ですパトリオット防空システムは PAC2PAC3 といった大きさの異なる別種の迎撃ミサイルを同時運用できるのですが バック2は射程160キロ以上の長距離地対空ミサイルであり当初から攻撃方法として強く疑われていましたただしこれまで若干の匂わせた報道があった程度で正式には確定していませんでしたこのほかに潜入したウクライナ軍特殊部隊による蛍光地対空ミサイル説エンジン故障説ロシア軍の5射説ウクライナ空軍戦闘機の空対空ミサイル説などが唱えられていましたが 同時に複数機が撃墜された以上は故障や誤射はありえず、蛍光地対空ミサイルも離れていては複数同時は考えがたく、戦闘機ならば捨てるス機でもない限り、ロシア側が気づくはずで、パトリオット防空システムが撃墜の実行者だろうという推定が有力だと絞り込まれてはいましたウクライナ軍の長距離地対空ミサイルは、これまで旧ソ連製の S300P ・5 v 5 5迎撃ミサイルと、 S300V、九 S S m 8 3迎撃ミサイルがありましたが最大有効射程は70から80キロ程度でしたこれがパトリオットの導入によりパックツ2迎撃ミサイルの最大有効射程160キロ以上と一挙に2倍近い射程を手にしたことになりますウクライナ国防次官東部と南部で45平方キロ解放ロシア軍北東部スムイを攻撃21人死傷 ウクライナ国防省の高官がロシアに占領されている東部と南部で先週合わせておよそ38平方キロを解放したことを明らかにしたウクライナ国防省のマリャル国防次官によると先週1週間にウクライナ東部で9平方キロメートルをさらに南部で29平方キロをロシア軍から解放したというこれで南部で解放した総面積はおよそ160平方キロに広がった 一方、ロシア側も攻撃を激化させている東部では先々週のロシア軍の攻撃は6500回ほどだったが先週は1万2000回と倍増しているというウクライナの通信社は北東部スムイで3日ロシアの砲撃が集合住宅に命中し2人が死亡し19人が負傷したとしていて激しい戦闘が続いているロシアはドネツク州だけは死守するつもりである。 南部のヘルソン州はウクライナが順調に解放しているようであるがあまりにも順調すぎて気持ちが悪い先週から話題になっているザボリージャ原発のことが気になるザボリージャ原発から職員とロシア兵がクリミア半島に退避したとの情報の真実味が出てきたウクライナ軍をヘルソン中央に引き込みザボリージャ原発を破壊してウクライナ兵を犠牲にするような残虐な行為をプーチンはしようとしているのではないか ドネツク州からロシア軍がヘルソンに出てこないのが怪しい。